はいどうも、ひげちゃんでござんまーす。眠たいわよ。あー眠たいわ。今日はね、4時起きの4時10分発ですわ。言い過ぎやね、4時15分やな。昨日ね、おろし終わってね、何時 ?8 時、7時半ぐらいかな、会社帰って。で、4時に出なあかんから、まあきり8時間空いてんやけど、でもあんま時間ないし、もう会社でシャワー浴びてもう泊まろうと思ったらね、あの洗濯もなんかこう着替えとかが思いのが全然なくてね。まあもう一交換同じ服着なあかんのちゃうかみたいなね、もうそれはちょっと勘弁いうことで、まあまあ別に。バイクでピュッて帰って往復するぐらいやからね、まあ15分20分ぐらいやから別にいいんやけど、まあ帰ってもう娘寝とったけどね、もうママとちょっと、ママも最近仕事ね、忙しそうでグッターなってたわ。まあそのまま家折れたらね、お疲れってピーってものもかな思ったけどね、もう着替えしてシャワー浴びて着替え持ってまた結局すぐ出てきた。おー名神は集中工事ですな。私は新名神から今日は神奈川と、東京都内と3カ所もあります。3カ所はい、乗用車がね、右からね合流にちょっとしそびれた感じで、で後ろもトラックが迫ってきて、おーっと、もうこれちょっとほんと焦りましたね。結構僕もブレーキ踏みました。これね、合流苦手な人ってね、ミラーでの距離感が分からないんですよ。乗用車で僕も結構そうなんですけど、トラックに比べてこういう時はね、大型のトラックの人がね、一回僕の方の車線ね、左一回寄るなりして、もうちょっとね、車間が取れない状況やったら、相手にやったらね、一回避けて入れてあげるっていう意思を明確にしないと、本当これ危なかったですよ。結局ね、このトラックも車間を詰めすぎなんですよね。車間詰めすぎやからこんなことになるんですよね。しゃあ、スカスカでんな。お昼、午前中のパーキングなんてこんなもんですよ。いやね、この後ろにね、まあ施設の前に、まあ、バスとか大型バスとか、まあ障害者用のね大型スペースとかもあるんですけど、そこにね止まってる、今止まってるかな、止まってんな、あれ映ってるかな、もうモザイクかけとくけどね、うん。あっこにさ、こんだけスペース空いてんのにさ、なんで止める。でちょうど止まった瞬間、俺トイレから出てきてさ、見たんよ。で最悪もうもっちびるー言うて、まだだーっていうありますよ。うん、僕だってね、お腹急にお腹痛くなってね、もうね完全に扉をノックしとるという時あるんでね、そういう時はね、ちょっと枠外とかでもね、ちょっとまあせめて通行はできるようにね、あんまりね、なるべくなるふう構わずっていうぐらいやったら分からんでもないんやけど、なんか止まっとんね、普通にね、中でね、うん、その余裕は取るんやったら、お前ちょっと走れよってね、お前は。あれは意味分からんわ。いやもう俺ほんまもうノックしてるとかやったら、で猛ダッシュで走っていくやったらまだね分かる。で帰ってきて、もうちょっと迷惑かけたな、移動しますせぐらいやったら分かるけど、もうずっと止まっとるよ、うん、あれは全く気持ちが分からん。なぜあそこで堂々としてて恥ずかしくないのか、なんかもうね、人前でパンツ履いてないとかね、人前で平行くらいなんか恥ずかしいように思うんやけどな、俺。せえへんでしょみんな、そんな、もうなんか同じ似たようなもんやと思うねんけどな。はい、オツでございますね。今厚木の方でね、一発ちょっと下ろしてきたところでございます。この先綾瀬から横町まで自己渋滞でございます。前回の時は週末でね、渋滞にいっぱいはまりましたけど、平日ですが自己渋滞が発生しております。まあここはね、一本しかねちょっとないというかね、代替ルートがないからね、なかなかまだ
通量も多いですからね、平日ね。海老名に入っていく車もいますが、この、左側のところね、これもうなくなりますね。左側のこれは合流車線ですかね、合流車線、復帰車線って書いてあるね。こういう復帰車線とか合流車線とか、もう一度出てくるんだけど、深車線やな、これですね。海老名のサービスエリアから出てきて合流車線って感じでしょ、この辺のね、あの違い。ちなみにですけど、合流車線って何キロまで出していいか知ってますか？これね、左側点々になってますよね。東阪車線っていうのは一般道扱いで60キロなんですね、高速道路のね。ってことは、この点々がついてるってことは60キロ、なんなん合流車線は80キロ出していいんです。ちなみにこれが変わったのが、なんと最近で2020年の4月1日からなんですよ。それまではこの合流車線も60キロ制限やったんですよね、確かね。はい、こっから始まるのが、深車線ですね。深車線、ここの深車線っていうのが今作ってるんですよね。上下線、下り線も作ってますね、上り線もね、こういう感じで作ってます。大和トンネル抜けたところまで今完成してるのかな。誰も行かんでしょまあ俺も一応行かんときますわ。自分の解釈ね、僕の解釈やと行っていいと思う、これ。別に追い抜くためじゃなくて、左に入って、いいと思うんですよ、別に。この深車線っていうのは、まあ左側をね、こうのんびり走りたい人用にこう作ってるんですよ。でもね、これわざわざね、車線変更してもうのんびりまっすぐただ走りたいだけの車線、わざわざ車線変更してね、うんのんすんのんってもうみんなやらないですよね、これ。まあ今日は渋滞してるからあれなんですけど、これも基本またね、左からの追い越しに使うのは良くないけど、ただ単に左側の車線通っていい車線やから、でまっすぐ行って最後合流のとこでスーッと合流する、何の問題もないんですよね。ちなみに、ここの制限速度をちゃんと覚えておいてほしいんですよ。これが肝なんですよ。これが60キロなんですよ。ここね、深車線。深車線の制限速度は東阪車線扱いと同じなんで、60キロでございます。まあ、こういう時にね、パトカーが行くやったら、使いやすいからいいと思うんですよね。まあ、ああやって緊急車両がね、なんか通ったりする可能性もあるから、まあ、今日は自重しときますわ。全然だから悪くないよ。ちなみにね、これこの深車線の話をするのはね、4回目ぐらいです、これで。過去3回はね、いろんな理由でね、ボツになりました。ちょっとね、僕のね、知識不足もあったりとか、よう調べてみた、ああこういうことやったんやみたいなのがあったんで、過去3回は全てボツになりましてですね、4回目でまあちゃんと説明できたかなとは思うんですけどね。渋滞抜けてきましたね。別になんか事故現場みたいなのなかったなもう片付いとったんかな、というわけでね、ああやってね、左車線、深車線を渋滞の時でも、まあみんな走るの躊躇してるじゃないですかね。僕は一応躊躇しましたけど、躊躇するぐらいだったら普通になんか4車線にできんかったかなって正直思うんですけどね。まあもうちょっとね、なんか深車線は大和トンネルの向こうも延長の工事中なんですけど、深車線作ったかってさ、あんだけ渋滞時でもなかなかみんな躊躇して走れへんやったら、なんとかなんか普通に4車線ならんかったんかなと思うんですよね、普通に。で手前の合流車線と深車線ももうなんかややこしいしね。ボツになった理由は1個ね、3回ボツした言うたでしょ。1個はね、深車線や思ってトークしてたら、
合流車線走りながら副車線のトークしとったんやろとそれでもうわなんかまた言われたら嫌やな思うてそれでボツにしたのよ。ややこしいんだから思い切って普通に4車線化してほしい。できたらその方がちょっとは渋滞解消になるんちゃうかな。やっぱここは日本有数の渋滞スポットですからね。というわけで、あと2箇所ペペッと下ろして、明日は久々に北関東だ。はい、下ろし完了してまいりました。お腹がすいた。3時、荷下ろし完了して、今これどこだ、中間中央環状首都高中央環状線、横は荒川の土手、金髪さんでおなじみ荒川の土手でございますね。いや昨日ね、あの桂川のパーキングでね、あの白味噌の美味しい、味噌ラーメンをいただきまして、でその時ね、あの大盛りができなかったんですよね。なんかね、ラーメン食ったけど物足らんなと思っとったんですよ。だからね、今日もラーメン食べます。昨日からね、もうラーメンをいっぱい食べたい願望がすごくてね、ラーメン食いたい願望がマックスでございます。はい、今日はねとことんラーメン行ったのかなと思います。はい、圏央道去っております。はい、去ってで降りるときはこれを歌うしかない。あさってさては去ってで降ります。ラーメンショップ椿小立店さんです。お疲れ様でした。うわー見てこれ最高やん。美味しそうなお米がいっぱい実っておりますよ。はい、というわけでございましてですね、2回目の訪問ラーメンショップ椿小立店さんでございます。本日いただくメニューはこちら、ネギ味噌チャーシューの大盛りでございます。見てください、この輝かしいチャーシュー。そうなんですよね、前回半年ぐらい前ですね、赤味噌いいですね、いい油の浮き具合でございますね。いや前回は醤油ネギね、あの餃子のセットが安いということでね、そういうセットにしたんですけど、後々見ますとですね、チャーシューがうまいとここへ来てチャーシューを食わへんとは潜りだなというのを口コミかなんかで見つけましてですね、俺チャーシュー食ってねえよみたいなついついちょっとお得感にね、あの誘われてですね、前回はあの餃子のねセットにしてですね、チャーシューを入れてなかった。いやーそれがね、あの非常に心残りでですね、あの今回はネギ味噌チャーシュー大盛りに、普通のね並ライスですねをつけさせていただきました。いやーこのお味噌もね、味噌のスープもうまいですね。やっぱコクがえぐいですね、うまみとコクが。これでほんでこれがチャーシューでございます。かなり厚切り、ほら見てください、かなり厚切りで食べ応え十分。やはりね、噂にたがわぬチャーシューが、極厚のが5枚ぐらい入ってるかな、でこの麺ね、麺細麺のね、これがまたスープにごっつり絡んでくる。この今回はね、今日はねほんとラーメンをねたらふく食いたかった、あ今日もか今日もか。でこのご飯はねいつも、半ライスぐらいなんですけど、今日がっつりいきたかったから一応普通ライスにしました。はい、なんかもやしが乗ってますねということで、これも名物。はい、これは前回やりましたけどもね、あのこの生の玉ねぎのキムチと言ったらいいでしょうかね、生の玉ねぎシャキシャキ感のあるこのキムチ、これがね備え付けであるんです。これめっちゃまたうまいのよ。これね、ラーメンにも入れていいらしいんですけど、僕今回はしなかったんですけどね、ご飯にもめっちゃ合うよこれね、かなりうまい
これねあるんで、ぜひ行った時はね使ってね、うん、ご飯でもラーメンに入れても美味しいみたいだからね。でやっぱりねラーメンショップの台っていうのはまあ2面なんですけどね、これがねまた量が多いんでございますよ。ほんま重たい重たい。でこのチャーシューもね極厚で最高ね。このニンニクちゃんね、おろしニンニクちゃん、ちょっと若干色がね、色がなんていうの濃いめ、濃いめな色してました。薄黄色とかじゃなかったですね。なんか特別なものが入ってるんですかね。まあたっぷり入れましたけどね、かなりガツンとさらにね効き目がインパクトパンチ力がさらに増大しましたけどね。いや今日はですね食べてるとこ撮影してもいいですかって聞いたらね店員の人がね美味しく撮ってくださいねって言ってくれたんでね、どうでしょうか、美味しく撮れているでしょうか。私の食いっぷり、この撮影っぷりで美味しく撮れているでしょうか。ということでね、お決まりのオリジナルライスも作っていきます。今日はねチャーシュー、極厚チャーシューを2枚積んで、わー見てください、これ肉巻きご飯になっております。これにね美味しくなったスープを一かけするとマックス、マックス最高でございます。これでですね私の欲望も完全に満たされたわけでございます。はい、たらふくラーメンを食べるというね、食べたい時にたらふく食べることができる、こんな幸せが世の中にございますでしょうか。というわけで、うまみ濃くボリューム厚みもそれをとっても最高の、ラーメンショップ椿こだち店さん、最高に美味しかったでございます。お腹いっぱいごちそうさんでございました。はい、新4号バイパスを北へ走ってまいりました。明日はですね宇都宮から帰りにおつみますので、道の駅下ケツ稲下野、とんでもなくくだらない下ネタをぶっこんでしまいました。だるまちゃんがお出迎えでございます。明日まで道の駅下ケツで終わりたいと思います。今日は長かったからこんなもんかな。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイナウ。社長、美味しいご飯がいっぱいですね。はい、そうなんです。このすんばらしい料理の数々、皆様にお家で見て楽しんでいただくために、今回夢グループでは0円で登録いただけます。すごい、0円でチャンネル登録できるんですね。これはもうチャンネル登録するしかないですね、社長。はい。